こんにちは、MB です。今日はスチームアイロンの比較をやっていきます。シャツのシワを伸ばすときスチームアイロン使う方多いと思うんですけど、ティファールだったりパナソニックだったりいろんなメーカーからスチームアイロン出てます。今日はどれが最強なのか、どれが一番コスパがいいのか徹底比較していきますので、最後までご覧ください。それでは行ってみよう。はい、というわけで今日は衣類スチーマー比較です。衣類スチーマーっていうのはハンガーにシャツとか T シャツとかをかけて、アイロン台じゃなくてハンガーにかけた状態でブシューッと蒸気をですね当ててシワを伸ばしていくっていうのが、衣類スチーマーですね。まあ今多分ほとんど独身男性の方とか特にそうだと思うんだけど、アイロン台を使ってアイロンかけるって多分ほとんどなくなってると思います。この衣類スチーマーがめちゃめちゃ手軽で簡単で、しかもシワもかなり伸びるので、性能が昔と比べて上がってるから、おそらく普通のアイロンがけって、例えば家庭でね、主婦の方がやるみたいなのは、もしかしたらあるかもしれない。専業主婦の方がやるみたいなのあるかもしれないし、お洋服にすごいこだわりがあって、パリッとさせたいっていう人がアイロンがけする場合もあるとはもちろん思うんですけれども、基本的には多分今、衣類スチーマーでこう蒸気を使ってシワを伸ばすっていう方が、一般的になってるんじゃないのかなというふうに思います。で、僕も長年使ってるんですけど、今回はどれが一番いいのか代表モデルを3つ買ってきたので、それらを比較してみようと思います。買ってきたのはですね、まずティファールの定番モデルですね、アクセススチームライトというモデルです。まあ、これ結構人気で売れてると思います。で、パナソニックの新型の衣類スチーマー、これが NIGS400、まあ、商品名がなんかないみたいなんですけど、衣類スチーマー NIGS400 ですね。で、前から衣類スチーマーといえばこれが一番メジャーだと思うんですけど、同じくパナソニックの、まあ、旧型って言っていいのかわかんないけど、綾瀬はるかさんが CM してるやつ、NIFS770。これだけアイロン台のアイロンと蒸気、スチームアイロン、2ウェイで使えるのがこの特徴なんですけど、まあ代表的なモデル、ざっと見た感じこの3モデルが代表的だと思ったので3つ買ってきてですね、どれが一番シワが取れやすいのかとか、使いやすいのはどれかとか、価格が安いのはどれかっていうところを比較していきます。まずポイント1つ目、何よりこれですよね、シワが伸びるかどうか。3モデルの中で一番シワが伸びるのはどれなのかっていう話なんですけど、正直全部シワちゃんと伸びるんですよ。実際に僕それぞれのモデル、3つのモデルを使って、同じシャツを使ってシワをつけた時にどの程度シワが伸びるかっていうことをやったんですけど、ぶっちゃけもう本当に微妙な差で全部ちゃんと伸びるは伸びるんですね。で、何が一番違うかっていうと、まあ、数字的にも分かるんですけど、スチーム量です。まあ、衣類スチーマーなんで、こうボタンを押した時に蒸気が出るんですね。熱い蒸気が出て、その蒸気の力でシワを伸ばしていくわけですから、蒸気の量が多ければ多いほど、まあ、比較的シワが伸びやすいと言えるみたいなので、蒸気の量でちょっと比較してみました。まあ、これが伸びやすいな、これが伸びやすいなって結構感覚でしか分かんないぐらいのレベルなので、ちゃんと数字として出てるのが、まあ、スチーム量だったんですけど、で、スチーム量に関しては、シワの伸びやすさに関しては、この新型パナソニックが結論としては一番だと僕は思います。で、それ根拠は何かっていうと、さっき言った数字ですね。新型パナソニックはですね、スチーム量が 16g 出ます。で、ティファールが 15g。15g ってのがどの程度かわかんないけど、まあ、多分ここが競ってるってことは、この辺が、いいとこなんでしょうね。15g、16g。まあ、1g しか差がないので、ぶっちゃけ感覚でしかわかんないんだけど、まあ、数字で見るとこいつが上って感じです。で、実はこのパナソニックの 2way のモデル、これが 11g しか出ないんですけど、ボタンがあって4倍ボタンっていうのがあって、4倍ボタンをカチャカチャって押すと、一時的に4倍の量スチームが出るので、まあ、本当にシワが取れない時はそれ使ってくださいっていうことだと思うんですよ。いちいちボタンを押したりするのもちょっとめんどくさいし、あくまでブースター扱いなので、衣類スチーマーとしてきっちりシワが伸びやすいのは新型パナかなというふうに思います。これはスチーム量が 16g で一番大きいっていうのが、まあ、でかいかなというふうには思います。実際にやってみても、まあ、多分ほとんどの人わかんないぐらいのレベルで全部シワちゃんと伸びるんですよ。まあ後で説明するんだけど、使いにくさから来る伸びにくさはあると思うんですね。
例えば、後で言うけど、ティファールはちょっと傾けて使うことができないんですね。で、傾けて使うことができないから、いちいちこうやんなきゃいけないから、シワが伸びにくいって感じることもあると思うんですけど、蒸気でこう当てて、しっかりゆっくりこうやれば、全部必ずシワは伸びるので、まあ、そんなになんかこう差があるところではないんだけど、まあ、あえて言えば数字で比較すれば、この新型パナが一番かなっていうところです。さあ続いて使いやすさで比較していきましょう。使いやすさはですね、まず使用角度が大事だと思います。衣類スチーマーっていうのはこういう水をですね入れるところがあって、こうカチャッとはめ込んでやる、でもう水をこう吸い上げて蒸気として出すのが、まあ、基本的な構造なんですけど、この構造上ですね、変な角度で使うことができないんですね、基本的には。だから使用可能な推奨使用角度っていうのがあるんですよ。例えばティファールってこうやったらもうアウトです。蒸気が正しく出ないです。なので、この辺はすごく難しいところ。例えば、あんまりこう傾けすぎちゃうと、スチームじゃなくて、ボタボタ水が落ちちゃうことになったりとか、まあそういうの経験したこと多分あると思うんですけど、衣類スチーマーでアイロン台にあるやつをかけようとすると、もうボッタボッタ落ちちゃったりするので、まあその辺はなかなか難しいところなんですけど、使用角度っていうものがあります。これ多分、使いやすさに、直結すると思うので、まあ使用角度だったりとか、重量、重さですね。あとは、使い方。などなどをちょっと比較していこうと思うんですけれども、まず使用角度は、これはですね、ちょっと迷うんだけど、2way、このモデルが一番かなというふうに思います。まあ、一つ一つ説明していくと、まずティファールの使用角度は120度までです。120度ってことは、まあ、だいたいこんぐらいかな、このぐらい。この角度が120度ってことですね。120度ぐらいなんで、まあ、そんなに傾け、まあ、真横に傾けたらもうアウトって感じですね。これ180度だからね。120度ぐらいって感じです。基本的にティファールは、なるべく垂直で使ってくれっていうのが、まあ、メーカー推奨みたいで、なので、こういう感じのイメージですね。だから、なんかこう、複雑なパターンになってるところとか、袖の付け根とかやるときに、こうやったりするともうアウトなので、これはちょっと不便だなと思いました。で、新型パナソニックはですね、これ180度までいけます。なので、ここまでいけるって感じですね。で、正直僕これで十分だなと思います。っていうのも逆手で使ったりはしないので、180度開けば全然いいかなっていう印象はありました。で、旧型パナソニック、この 2way のタイプに関しては、これ結構すごくて360度使えるんですよ。これ、綾瀬はるかさんも CM とかサイトで打ち出してるけど、もうくる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 回せますって話なんですけど、まあ、回すかっていう話もちょっとあるけどね。こうやって逆手で使うことあるかなって感じなので、まあ別に180度あれば十分かなと思うので、僕はまあこれでも全然いいかなと思うんですけど、ただ 2way は確かに360度使えるっていうメリットがあるので、使用角度に関してはこいつが一番かなというふうには思います。続いて機能性なんですけど、機能性は大体どれも一緒です、正直。衣類スチーマーって、シワを伸ばすだけじゃなくて、脱臭とか除菌、あとアレルギー物質を除いてくれたりとか、花粉を取り除いてくれたりとか、まあ、結構そういう、なんだろう、機能性が高いんですけれども、3台とも全部除菌と脱臭、そしてアレルゲン除去もやってくれます。なので、ここはなんか全部ハイクオリティというか、機能性は横並びなところじゃないかなというふうに思うし、あと継続使用時間ですね。水をマックスまで入れてどのぐらい継続して使用できるかっていうと全部10分です。まあ厳密に言うとここの2台が9分で 2way のやつが10分かななんだけど、まあ正直そこはそんなに大して変わらないかなっていうところです。それ以外の機能性ってなると、ここですよね。こいつですよね。こいつは 2way で使えるんですよ。アイロン台に置いてしっかりシャツをプレスするっていうのも使えるし、蒸気でスチームでハンガーにかけたままシャツをアイロンかけるっていうこともできるので、まあ、2way っていう意味ではこいつが一番軍配が上がるかなというふうに思いますし、あとこれね、いいところが今までのアイロン、もう今ね普通のアイロン使ってる人いたらぜひこっちに切り替えてほしいんですけど、普通のアイロンってさ、こうお尻がこういう形になってるじゃないですか。こうお尻がこう平らになってて先がとんがってる、こういう形がアイロンでしょ。でこれってこういうなんていうんですか、こういうのオーバルっていうかオーバル状になってるんですよ。でお尻がこう潰れてないんですね。で普通のアイロン、今までのアイロンっていうのはお尻が潰れていて蒸気の穴がですね後ろ側になかったんですよ。だから言われてみるとそうだなって思うと思うんですけど、アイロンかけた時にですね、アイロン台にシャツを置いてアイロンかけた時に戻るとシワができちゃうじゃないですか。この方向はシワ取れるけど戻っちゃうとシワがつくで結構経験あると思うんですよ。それがこれないんですね。
360度全てに蒸気の穴がついているので、当てて戻してもちゃんとシワが伸びるから、前進しても後退してもシワが伸びるっていうアイロンなんですね。だからそれはすごくいいと思います。なんで機能性としては多分この 2way モデルが一番いいかなというふうに思います。で、もう一つ重さなんですけど、重さもですね、実は 2way が一番軽いです。これが 705g で、ティファールが 925g、そして新型のパナソニックが 950g なんですけど、普通に比較したらこいつが一番軽くて使いやすいと思うんですけど、これはね、スタンドがめんどくさいんですよね。衣類スチーマー専用機がこっち2つなんですよ。で、こっちの旧型パナソニックが、アイロン台に向けても使えるし、普通に蒸気スチーマー、衣類スチーマーとしても使える 2way モデルなんで、直立しないんですね。わざわざこのスタンドに置かなきゃいけないんですよ。で、こっち2つは直立するから置いて、また直して、やって、置いてっていうことができるんで、すごい使いやすいです。これスタンドわざわざセットしなきゃいけないし、スタンドももちろん動くんで、ちょっとめんどくさいなっていうのはあります。なので手軽さで言ったらやっぱりこっち2つだと思います。ただ重さで比較するとこっちなんで、確かに軽いは軽いんですよ。で、もっと言うと、ティファール 925g で新型が 950g なんですけど、これ持てばわかるんですけど、実は新型の方が軽く感じます。不思議なことに 25g の差があるんですけれども、ティファールはですね、重心がちょっとアンバランスなんですよ。上と下に重いのがついていて、ちょっとグラグラしやすくて、握りもちょっとこうフィットしないんですね。なんだけど、新型パナ多分ティファール見て開発してるんだと思うんですけど、流線形でですね、手にしっかり馴染むんですよ。で、重心がここに集中してるから、あんまりこうグラグラしないし、使いやすいんですね。こっちは逆にちょっと軽いはずなのに結構重さを感じてしまって、操作しにくかったり傾きにくかったりするから、まあ僕はパナソニックの新型が実は使いやすいんじゃないかなと思うけど、軽さで見るとこの 2way のモデルが一番なので、まあスタンドのめんどくささはあるけど、この辺好みかもしれないですね。で、最後価格です。価格に関しては新型パナが一番安いです。これが8100円で、ティファールが11000円で、 2way モデルが13800円と1段階高いです。で、これ 2way はやっぱり機能性が高いだけあって、値段もちょっとしちゃうんですよね。この辺がまあ問題かなというふうには思います。で、ティファールちょっと中途半端な価格なんですよ。1万1000円で中途半端な価格なんだけど、まあ一応8100円と1万1000円で機能性ぶっちゃけほとんど変わんなくて、使いやすさはギリギリ多分新型パナソニック上だと思うんですよね。流線形で手持ちやすくて、あとまあ蒸気の量が多くてとかって考えると、こいつよりも上だと思うんですよ。でもティファールもまあ一応負けてなくて、1万1000円でこっちよりもまあ3000円ぐらい高い分、なんかこういうパーツがついてきたりするんですよね。これパーツ何かっていうと、ドアの上にこう引っ掛けてハンガーかけられるようになってるんですよ。ドアのところに引っ掛けて、ここに衣類をかけて、で、そこでスチームできるんで、まあ、ハンガーラックを持ってない人でも、これで使えるよっていうアタッチメントがついてきたりするんですけど、まあ、どうなんでしょうかね。ハンガーラック持ってなかったら、そもそも衣類スチーマー買わないような気もするんですけど、わかんないけど、まあ、そういうオプションもあるので、まあ、この値段っていうのもあるのかもしれないですね。はい。で、3つのモデル比較していって、総合すると、個人的には新型のこのパナソニックが一番いいかなというふうには思うんですけども、でも、ケースバイケースだと思います。2way のモデルも、しっかりアイロンを伸ばそうと思ったら、これが一番もちろんいいと思います。アイロン台を使ってしっかり伸ばそう。で、スチーマーとしても使えるっていう機能性は高いので、値段はちょっとするけど、これもめちゃくちゃいいと思うし、ティファールはですね、ちょっと中途半端な価格なんですけれども、まあこういうアタッチメント、ハンガーラック持ってないとかっていう人はこっち選んだ方がいいと思いますし、逆に言うと、この辺2つ、パナのこの辺2つは、そういうアタッチメントとか付属品が全然ついてなかったので、まあ実はティファールは、今ここにないけど、なんかニット用とかジャケット用の、ふさふさがついてるアタッチメントとかもついてたんですよ。だからまあそういうところで多分価格訴求してるのかなというふうには思うので、まあそれぞれ三者三様いろいろあるとは思うんですけど、まあ今言った簡単に言うと 2way で機能性が高くて値段は犠牲になってもいいっていう人はこれがパナソニックの旧型がいいと思うし、
ハンガーラック持ってないっていう人はティファールがいいと思うし、で、まあ大体バランスが良くですね、悩んだら多分新型パナのこれが一番いいかなというふうに思います。明らかにこのティファールに焦点を定めて、スペック上回るように作ってるので、これが、まあつい最近出たモデルなんですけど、これが何気に一番使いやすいかなと僕は思いました。さあ、というわけで今日は衣類スチーマーの代表モデル3つチョイスして比較させていただきました。まあ好みによってね、用途によってそれぞれ、いい悪いが決まってくるとは思うんですけれども、参考になれば幸いでございます。私 LINE 公式アカウントをやっております。 LINE 公式アカウントでは、各種更新情報やお得情報、あと LINE 公式アカウントでしか流さない動画なども配信しておりますので、よかったらぜひチェックしてみてください。では MB チャンネル、今日はここまで。またお会いしましょう。ありがとうございました。